B. ファーストの特別なライブ。観客の記憶に深く刻まれた感動の瞬間。B. ファーストのステージが熱狂。千葉市蘇我スポーツ公園での感動の一夜、ロックインジャパンフェスティバル2024。千葉市蘇我スポーツ公園に集まった多くの音楽ファンの中で、B. ファーストのステージが始まると、その場の雰囲気は一気に熱気に包まれました。彼らの登場はまるで一つの生命体のようで、 一乱れぬ動ききで観客の目を引きつけました音楽とダンスが完璧に融合し、その場にいるすべての人々を魅了しました。この日、特に印象的だったのは、メンバーの1人がサンバイザーをなくしてしまい、それを笑い話に変えた場面です。この一瞬の出来事がステージ上の緊張感を和らげ、観客との距離を縮める役割を果たしました。観客は彼らと共に笑い、共感し、 さらに一体感を深めました。また、旅記が7.8倍の水を飲め、と冗談交じりに言ったことも印象的でした。フェスティバルの熱気に包まれる中で、観客はその言葉に従い、大量の水を飲んで熱中症対策をしました。これもまた、b ファーストが単なるパフォーマーではなく、観客の健康や安全にも気を配る存在であることを示しています。彼らの音楽はもちろんのこと、 その人間性もまた、多くのファンを引きつける要素の一つです。ライブが進むにつれ、観客はますます彼らの魅力に引き込まれ、ステージの終わりには歓声と拍手が鳴りやみませんでした。この日のステージで披露された楽曲の中でも特に注目を集めたのは、ハッシュハッシュです。この楽曲は、b フ f i r s t とアティーズがコラボレーションした作品で、2つの異なる音楽スタイルが見事に融合しています。 息を飲むようなケミストリーがステージ上で展開され、その瞬間を見逃すまいと観客は目を凝らしていました。音楽フェスティバルは多くのアーティストが集まり、その日一日だけの特別な空間を作り上げます。ロックインジャパンフェスティバル2024も例外ではなく、その一瞬一瞬が観客の記憶に深く刻まれるものでした。フェスティバルの会場には多くのブースやアトラクションが設けられており、 音楽楽以外にもししめる要素が満載でした観客は音楽を楽しみながら、友人や家族と一緒に食事を楽しんだり、グッズを購入したりと、一日中楽しむことができました。特に b ファーストのグッズは飛ぶように売れ、多くのファンがその日だけの特別な記念品を手に入れました。また、フェスティバルの会場には大きなスクリーンが設置されており、ステージから遠く離れた場所でもそのパフォーマンスを楽しむことができました。 このような配慮がフェスティバルの成功につながったと言えるでしょう。音楽フェスティバルはアーティストと観客が一体となって作り上げる特別な空間です。その場にいるすべての人が音楽を通じてつながり、共感し、楽しむことができるのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も多くの人々にとって忘れられない一日となりました。そして、その中心には常に音楽がありました。 音楽は人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。B. ファーストのステージは、その力を最大限に引き出し、多くの人々に感動を与えました。フェスティバルが終わると、観客はその日の思い出を胸に家路につきました。疲れた体を引きずりながらも、心は満たされ、次のフェスティバルを楽しみにしていることでしょう。音楽の力は偉大であり、 その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。b ー・ファーストのパフォーマンスは、その魔法を体験するための一つの鍵となりました。彼らの音楽が持つ力と、その人間性が、多くのファンを魅了し続けています。今回のフェスティバルでは、多くのアーティストが参加し、それぞれの個性を生かしたパフォーマンスを披露しました。シャイトップ、シンガーズ杯、ディッシュテトラ、テレ、 ノブルコア、BMSG ポッシーといったアーティストたちが観客を楽しませ、その一日を特別なものにしました。音楽フェスティバルは、多様な音楽が一堂に会する場であり、それぞれのアーティストが持つ独自の世界観を楽しむことができるのです。観客はその多様性に触れることで、新たな音楽の魅力を発見し、音楽の幅広さを実感することができました。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024は、 その多様な音楽とエネルギッシュなパフォーマンスで、多くの人々に感動を与えました。b ファーストをはじめとするアーティストたちは、その音楽とパフォーマンスを通じて、観客に忘れられない瞬間を提供しました。音楽は言葉を超えて人々をつなげる力を持っています。そして、その力を最大限に引き出すことができる場が、音楽フェスティバルなのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も、 その力を感じることができる素晴らしい一日となりました。観客はその日の思い出を胸に、また次のフェスティバルを楽しみにしています。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での一日が終わり、家に帰った観客たちは、まだその余韻に浸っていました。SNS には、 その日の思い出や感動の瞬間が次々と投稿され、多くのファンが共感し合い、再びその場に戻りたいという気持ちを共有していました。特に b ファーストのパフォーマンスについては、彼らの楽曲がいかに素晴らしく、ステージ上での表現力がいかに高いかについて、多くの賞賛の声が寄せられていました。彼らのパフォーマンスを目の当たりにした観客たちは、そのエネルギーと情熱に圧倒され、 感動の涙を流した人も少なくなかったようです。彼らの音楽が持つ魅力は、単に歌やダンスの技術だけではありません。メンバーそれぞれの個性が光り、その個性が見事に調和しているところにあります。純音のカリスマ性、力のユーモア、そして他のメンバーたちのそれぞれの特技や魅力がステージ上で一体となり、観客を魅了するのです。このようなパフォーマンスができるのは、彼らが日々努力し、 練習を重ねてきた成果でもありますその努力が報われ、多くのファンを感動させる瞬間がロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024で実現しました。彼らの音楽は、ただ楽しむためのものだけではありません。彼らの楽曲には深いメッセージが込められており、そのメッセージが聞く者の,の心に響きます。例えば、ハッシュハッシュは、異なる音楽スタイルが融合し、新たな音楽の可能性を示しています。 この曲を通じて、B ・ FIRST は音楽の多様性と共存の大切さを訴えています。観客はそのメッセージに共感し、音楽を通じてつながりを感じます。ロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4は、多くのアーティストが集まり、それぞれの個性を発揮する場であり、その多様性が一堂に会することで、新たな音楽の魅力を発見する機会。となりました。観客はその多様性に触れ、 新たな音楽フェスティバルは単なる娯楽の場ではありませんアーティストと観客が一体となって作り上げる特別な空間でありその場にいるすべての人が音楽を通じてつながり共感し楽しむことができるのですロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024も多くの人々にとって忘れられない一日となりましたそしてその中心には常に音楽がありました 音楽は人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。B. ファーストのステージは、その力を最大限に引き出し、多くの人々に感動を与えました。フェスティバルが終わると、観客はその日の思い出を胸に家路につきました。疲れた体を引きずりながらも、心は満たされ、次のフェスティバルを楽しみにしていることでしょう。音楽の力は偉大であり、 その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。B.First のパフォーマンスは、その魔法を体験するための一つの鍵となりました。彼らの音楽が持つ力と、その人間性が、多くのファンを魅了し続けています。フェスティバルの余韻が冷めやらぬ中、SNS には多くの感動の声が寄せられました。B.First のパフォーマンスについての称賛の声や、 彼らの楽曲がいかに素晴らしいかについての投稿が続々とアップされました。特に印象的だったのは、彼らのステージ上でのエネルギーと情熱が多くの人々の心を動かしたことです。彼らの音楽が持つ力は単なるエンターテイメントを超え、人々の心に深く響くものがあります。観客たちはその感動を共有し、再びその場に戻りたいという思いを抱いています。音楽フェスティバルは、 単なる娯楽の場ではなく、アーティストと観客が一体となって作り上げる特別な空間です。その場にいるすべての人が音楽を通じてつながり、共感し、楽しむことができるのです。ロックインジャパンフェスティバル2024も、多くの人々にとって忘れられない一日となりました。そして、その中心には常に音楽がありました。音楽は人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。 b ファーストのステージは、その力を最大限に引き出し、多くの人々に感動を与えました。この日の思い出を胸に、観客たちは家路に着きました。疲れた体を引きずりながらも、心は満たされ、次のフェスティバルを楽しみにしています。音楽の力は偉大であり、その力を感じることができるフェスティバルは、まさに魔法のような場所です。b ファーストのパフォーマンスは、 その魔法を体験するための一つの鍵となりました。彼らの音楽が持つ力と、その人間性が、多くのファンを魅了し続けています。今回のフェスティバルでは、多くのアーティストが参加し、それぞれの個性を生かしたパフォーマンスを披露しました。シャイトップ、シンガーズハイ、ディッシュテトラ、テレ、ノブル・コア、BMSG ・ポッシーといったアーティストたちが、観客を楽しませ、その一日を特別なものにしました。 音楽フェスティバルは、多様な音楽が一堂に会する場であり、それぞれのアーティストが持つ独自の世界観を楽しむことができるのです。観客はその多様性に触れることで、新たな音楽の魅力を発見し、音楽の幅広さを実感することができました。